あとどうでしょう、やっぱり投手陣ということになるので、最近ね親しくしている例えば年下君もいますしね、藤島投手とかどうですか。そうですね結構なんか食事に連れてったり可愛がってたなっていうねお話もありましたけど。そうですね、なんか遠い過去そうでもちゃんと、はい、なんですか、可愛らしい子ね。ああ、そうですか、はい。ちなみに彼はイケメンベスト10に入ってなかったの。入るわけないじゃないですか厳しい、随分厳しい。なんでですか。僕より喋れない。喋りが大事。喋り大事ですよ。彼お喋り上手だと思うけど、たまにこうあーってなっちゃう。それダメなんですね。パッと出てこないと あーってなるんだ。なりますね。はい、そこダメです。まだまだ、はい、へー、随分先輩の風格が出てきましたね。僕ずっと後輩なんで、永遠の後輩。何永遠の後輩